こんにちは、ぷーぷーテレビの総集編です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。林です。大北です。よろしくお願いします。林です。よろしくお願いします。めちゃくです。林です。よろしくお願いします。皆さん、ぶわーってやってここにマイクがあるからなんか気になるんですよ。ほんとかぶさるかどうかが。俺の毛なんかやたら広くて誰もいないので大きな声を出してしまいましたけれども、はい、2週間分をまとめて見ていくスタイルに変わりました。で、糸コントというはい、宮城さん知ってます。はい、はいはい、宮城さんのいとこから始まるというやつで、いとこがかっこいいから撮ったっていう。そうなんですよね。いとこ自慢っていう変わったスタイルの動画です。じゃあ見ていきます。はい。そうそう、そういえばさ、何20年前の話なんだけどさ、ちょっとぼんやりしててかっこいいのかどうかちょっと分かりづらいですね。そうですね、あとうつむき加減ですしね。あと宮城さんにばっかり目がいっちゃうんですよね。今食べたくないから。あ、そう、こんなに立派な青年と24歳。なんかさ、宮城さんってこう若者を見る目がおじいちゃんの目なんじゃないかな。あ、なるほど。だからやたら子供を可愛がるじゃん、なんか。はいはいはい、それはあります。自分の子供なのに。あと、うん、あの藤原とバンド組んでみたり。そうですね。あ、そうですね。若さに憧れてんのかな。なんでそんなに年もなるね、まだね。34。だって最初に宮城さん見た時はまだ20代だったでしょ。20代だったからね。あ、そうなんですか。もう5年前とか6年前とか、うん、あ、全然そうですよね。うん、まあその頃からね、うん、割とこんな感じでしたけどね。これ創作なんですよね、驚くべきことにね、こうこの映像が。そう、特にあのドキュメントってわけではないですよね。ああ、よく見る人、機械の声、フリー素材の人ね。ボリューム上げていいですか。そうですね、これ声が小さいから、あの、はい、後で IC レコーダー買ってきて撮ったって、これだっけ。これでしたっけ。でもこれ違うか。うん、その逸話は僕でも知らないですね。なんかあとでかぶせたって、うん、ああ IC レコーダーを買ってきてやったんですか。そうそうそう、そしたら機械みたいな声になっちゃったって。これはなんか嘘なんだよね。そうか、うん、だいぶ入り組んだ表現ですよね。入り組みすぎですよね。うん、だいぶ日々に煮詰まったもん、うん、もう髪がもう、うん、あのね、髪も分かんないしね、パジャマだしね、うん、一部分だけ CG ってあのターミネーターとか大体そうですけどね、あ、こんな感じではないですね。あの振り向いたらそのまま、そうそう、そのまま置いてあったからね。あ、藤原だ。踏み子落として。踏み子1号ですかね、これ。うん、これ一号ですね。1号ですかね。自己啓発学園。これはね、藤原出てこないんですよね。あ、そうだ。あ、まだフリー素材として出てこない。うん。チー、やるな。寸前でかわしたか。だが今の攻撃で貴様の腕は見切った。完全にだ。藤原なんか若いっていうか、こういうの好きですよね、なんて。あ、ジャーっぽい戦いみたいな。マイナス面をゼロに近づけるのも大切だが、こういうなんか、そうだよね、デフォルトでこういうのがスルッと出てくるんですよ。そう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 ですね、パターンを知ら、あんまり知ってないよね。これは決まりのようだな。さっと出るからですね、うん、とうとうこれを使う時が来たか。光を、我に力を、目標の未来から逆算した現在のあるべき姿を、誰ですか、いかにリアルに想像できるかが成功への次なんだ。自己啓発本をよく読んでるんですよね、確か。あ、そうなの。家でなんか暇で。へー。あ、暇つぶし。そう、自分を高めたくて。あ、出てきた、出てきた。一瞬だけ、一瞬だけ。あ、これなんか再生回数偉いの。これなんか安いに載ってた。あー、これね、あの奇跡の後ろを猿が飛び抜けるっていうね。主役猿だから、うん、はいはいはい、あれですよね。あとね、鳩がさ、こんなに飼い好きだと思わないんだよね。そうそうそう、ものすごいよね、だって。匂いは確かにカニの方がありそうですけど、うん、あとさ、カニカマがこんなに嫌いだとも思わなかったよね。
猿来た。猿。これね、うちの、近所の公園なんですけど、猿回しの人が住んでて、じゃないとこうなんか練習、そう、練習してるんですよ、普段昼間。猿その2が可愛いんですよね。これね、フレームアウトしたところで、またちゃんと立てって猿、すごい怒られてた。すごいそう、猿ね、お前ら弱々しい声出してて、可愛いそう、可愛いそう、部長みたいな声出して。これみんな出てるかな、ね、キュウソン猫を飼った、はい、なんか横山さんのがすごいですよね。あのなんだろう、表情とか太だらしいですよね。猫もやってるんですよ。猫役もね、5倍ぐらいあるんですよね。橋田さんも回ってるのは、うん、周り追い詰められたっていう表現。ああ、別役さんですか。夜の街でね、夜の街でね、急に急走猫を噛むやれって言われてね。これもなんかね、これも長く撮ったって後でなんか文句言ってなかった。こう一旦人間に振っといて急走猫を噛む。いやいや、ね、もうネズミそのままネズミそのままで、え、俺みたいな。ネズミがね、そうそうそう、見た真剣ですからね。で、久しぶりにでもね、見たね、石川君の声の石川君自体がキュウソネコそうだね、うん、マイライフイズキュウソキュウソネコ10匹いると思うよ。これは、秋川っていう、もう立川を越えたところだね。そうですね、拝島も終わり。そうか、でもまだ銀座の前なんですね。そうですね、マドさん呼べば。あ、マドさんちょっと今こう今ね、安藤さんがいるんで総集編で、じゃあ安藤さん野良犬探し間に入って見ましょうよ、これ。もう探してますよね、本当に。これ、いつも情報がないね。ないですね。あれですね、あの西の方ですね。そう、秋川に行ってるから覚えておいてください。覚えてますよ。一番手がかりがなかった会社です。あ、そうそう、ペットショップに行った。でも、この辺探せばいそうな感じしますけどね。雰囲気は良かったんですけどね。人がいなくて、聞き込もうにも、うん、あ、そうか、犬どころか人がいない。そうそう、人がいなかったですね。なんか通りの名前がおかしかったね。なんとか通り、マールボロー通りっていうのふざけた名前だなと思ったら、その、ま、秋川のお祭りとかがあるメインストリートだった。そう、一番若者のマールボロ通り、通りタバコの名前です。檜原村行かなきゃいけないですよね。檜原村はすごいところらしいですよ。俺一回行ったことある。遠足で子供の頃秘境の遠足で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 。そうなんですよ。なんか犬がいるのはすごい。そこからさらにまた40分ぐらい歩いて、歩くんで、バスに乗るんですね。はい、らしいですよ。そう、保健所に電話かけようとしたでしょ、これ。あんまりにも、あ、何にもなくて、秋川でね。じゃあ、あ、いいよ、いいですよ。これ子供の頃よくやりましたね。住所の大工芸。これ住所がこれなんか自慢みたいな話。うん、今のカットはってる。今のはね、多分嘘だと思うんだけど。でもジャグリングできるんですよね、ジュエさん。おお。なんか練習して。じゃあなんで大道芸で身を立てていかないの？なんかいろんなこと中途半端にできるね。そう。まあ、漫才でしたっけ？あ、そうそう。コントもできるんですね。中途半端に。コントででも台本覚えられないから全部書いて。カンペのあるネタをしてたって言いますよ。本を読む。それさ、できることにならないと思わない？そうなんですよね。こっちの方ができてると思うわ、じゃあ。覚えらんない。覚えらんないってちょっとね。覚えられるだろうって、なんかそこで反発したんですけど。自分で書いた。覚えろよって、ね。自分で書いたシナリオを覚えらんない。そうみたいですね。覚え。欠陥があるよって。この後で、これすごくなってます。これはちょっとね、これ体調悪かったというか。体調悪くて、なんか、いろいろ作業ができなかったんで。これとはまた別にガラガラの日がなかったですか？同じガラガラですか？ああ、ね、これはね、まだガラガラになってない。この後ガラガラが来るんです
後ろの緑と服装がね、ねカラーマッチがしますね。まあ、メガネは結構よくできてるなって自分でも思うんですけど、あんまする人いないから分かんないですよね。楽しいですね。あ、これあのリクライニングシートをパチャッてやった時に起き上がるなんだあの緊迫感あふれるこれがしっかりと運動してしまい、未だに外に出ることができないアリスも随分長く、これ15回目ぐらいですかね、うん、全部で16回あるっていうのをこの前気づいてあすごいですね、ここから出る方法を考えてみた。おお、どうやって出るんだい。この井戸はものすごく深いから登って出るのは不可能でしょう。だんだん馴染んできましたもんね。見慣れてきた。しかもどん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 地面を掘っていったら、いつか最初口白く塗ってましたっけ。いやー、塗ってたかな。でもなんか色をもうちょっと合わせたような気はする。しっくりきますわ。これいいですね。もう全然問題ない。地面をどん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 掘っていったら地球の裏側にはつくけどな。日本の裏側はブラジルだぞ。そこからどうやって家に帰ればいいんだ。ブラジル語だって喋れないし、はぁ、あ、やっぱりだけか。お父さんは教養があるわね。子供の考える発想ですよ。ブラジル語って嫌う。ブラジル語、ブラジル語。実は実なので、ポルトガル語じゃなくて。わけが分からなくなってしまった作者であります。アニメってこんな感じの無茶な論理で話がする時ありますよね。これ俺だ。今日は父さん、お前たちに大事な話がある。これ作ったんですか。なんでやっ作ったよ。なんでママはアイドルなのか。そうよ。朝起きたら私のアーモンドグリコに目がついた。再婚することにしたんだ。俺がドラマちゃんとテレビで見て最後まで見たのって、ママは紹介しよう、アイドルが最後だった。全部通しで見たってことですか。そうそうそう。それ以来ドラマ見てない。よろしくね。それを見てるのがすごいですね。再放送で見たの。中山美穂。はいはいはい。中山美穂同い年だから。私が新しいお母さん。それはなんかドラマを見る理由に。みんな仲良くしろよ。好きでしたな。はい。これですか。このドラマ見てますよね。三村美穂子ですね。そうそうそう。今車の中で暮らしてる人ね。今も？わかんない。なんかミスってもう一個同じのが来ましたね。これはちょっと直しておきます。ここじゃあ丸々カットだ。はい。ミスるかもう一回見るか。もう一回流しちゃうと。山本さんいいですね。山本さんやっぱ顔がね。顔がですね。照れが一切ないんだ。シャーン。シャーン。これ止める。さすが横山さん、幼稚園で人気者になる小学校で人気者になる。子供の小学校で、子供の中のカリスマ性がありますね。横山さん、これやる前に、え、どうすんの、どうすんの、林くんどうすんのっつって、もうすぐ私もう無理みたいな感じじゃあ行きますよ、次こうにシャーまずこれか猫から猫がすごいね。もっと飛んでると思ったもんね。俺たちの公園に住んでる人。これ似合うな。鹿がネズミっぽいですね。あ、これゴールデンウィークですか。そうですそうです。これが最後ですね。ゴールデンウィークですか。鹿なんですね。土曜。撮ってる時におっちゃんが後ろで見ててずっと、うん、あっちに鯉のぼりがあるからそっちで撮った方がいいよ。アドバイス。アドバイス。なんで？背景が鯉のぼりの方がいいだろう。これ振り回してたヘビですか？そうですそうです。はい、このドッキリ週間面白かったです。ドッキリ週間本当。全員でグズグズしたのが良かったですね。このヘビってあの会社のロッカーに入ってるやつ。そうですそうです。この前捨てられそうになって。それは捨てないでくれ。それはね、安藤さんロッカーだと子供のロッカーみたいなんですよ。あ、ヘビとか、ヘビとかロッカーだと綱を、なかなか見てカメラあるじゃん、ここひどいな。やられた。これですよ。ここなんだね、問題はね。なんで
め方が分かんなくて。あとで全員臭く食わないといけなくなる。大成功でいいじゃん。締まりが悪いなと思って。臭くっちゃったんだ。終わり方分かんない。面白いですけど。はい、はいはい、ということで、また、再来週にお会いしましょう。さようなら。さようなら。